光先生、おっす、 YouTube です。はい、よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、はい、1月31日ということで、うん、何の日か分かりますか？行政書士試験の発表日じゃないですか。その通りでございます。そりゃそうですよ。僕もね、今から20年ぐらい前になるんですかね、ドキドキでしたよ。ドキドキですよね。11月に試験を受けて、12月、1月、まあ、2ヶ月間ね、はい、多くの方は本当にやきもきしたと思うし、まあ、択一だけでね、もう全部の合格点をクリアしてる人なんかは安心だっただろうけれども、記述式の点数次第で合格がどうかわからないっていう方からすると、本当にね、辛い2ヶ月だったんじゃないかなというふうに思います。というわけでですね、合格者の方がいらっしゃると思うんですけども、その合格者に向けてメッセージがあればお願いしたいなと思います。そうですね、まず今回合格されて夢が叶ったという皆さん、本当におめでとうございます。ここに至るまでに本当に並大抵ではない苦労とかね、努力とかあったと思いますし、ご家族の方の理解とか、もちろんご自身のね、努力があってこそのことだと思いますけれども、本当に報われてよかったと思います。まあ、一方で今年は残念ながらね、届かなかったっていう方もいらっしゃると思います。試験っていうのはそういうものなので、勝負は時の運っていうこともありますし、たまたま苦手なところばっかり出てしまったとか、たまたま得意なところが出て受かったとか、そういうこともあるのが試験。ただね、今回の試験で全て終わりっていうわけではないので、試験はね、毎年あるものですから、せっかく努力されて一度夢見たね、志した道ですから、まだ知識が残ってるうちにぜひまた勉強を再開して、来年はね、必ず合格してやろうという気持ちで挑戦していただけたらなというふうに思います。で、この時期になるとね、やっぱり僕も当時の自分を思い出すわけですよ。当時ね、僕もまだ20歳そこそこの若造でした。それまでの僕は高校も野球推薦だったり、ろくすっぽ勉強もせずにね、一応大学は入って、いわゆるエフラン大学っていうほどでもないし、一流大学っていうほどでもないし、もう普通の大学ですよに入って、まあ、キックボクシングやったり、ボクシングやったり、総合格闘技やったり、いろんなことをやってきたんですけど、全然勉強してこなかったから、このままだったら俺の人生マジ終わりだな、花開く日はねえな、みたいなね、絶望を感じてる時期だったんですよね。なんとかして今から頑張って人生より良くしたいな、そういう思いがあって勉強を始めたんですけど、だから皆さん、試験勉強の時の辛さよくわかります。僕自身も勉強なんか全然慣れてないし、勉強大嫌いでスポーツばっかりやってきた人間なので、ある日突然勉強しようと思っても、もう何言ってるかわからんっていうね、そんな状態でスタートだったので、ましてや働きながら試験勉強やってきた方っていうのは、仕事ね、8時間とか9時間とかやって、そこで工夫しながら勉強してっていうのは、本当に並大抵な努力ではなかったと思います。本当に心から尊敬しますし、心からお祝いしたいと思います。合格した後って何をすればいいんですか？いい質問だ。それはね、本当に人それぞれだと思うんですよ。そもそも試験を受けた目的っていうのがね、人それぞれ違うので、例えば司法書士を取りたくて、その1個前のステップとして行政書士取ったっていう方もいるでしょうし、本当は社労士取りたいんだけど、大卒資格っていうのがないから行政書士を取ることで社労士試験を受けるんだみたいなね、方もいらっしゃると思うし、一方で僕みたいに何か人生を変えたい、何かより良くしたい、もっとできることがあるんじゃないかっていう葛藤の中で、行政書士を取れば人生変わるんじゃないかっていう思いで勉強された方もいらっしゃると思います。僕もその気持ち本当によくわかります。そういう方の中でもまた進路っていうのは分かれますよね。人によっては行政書士事務所に就職しよう、まあ、今何か仕事してて転職しようとかね、そういう方もいらっしゃるでしょうし、人によってはいやいや、もう独立するんだよ、開業するんだよっていう方もいらっしゃるでしょうし、もう少し情報を集めて様子見ようかなっていう方もいらっしゃると思うんですよ。3番目の方が一番多いかなっていうのも、やっぱり、まあ、行政書士今ね、登録している人5万人いるとはいえ、雇用を生んで大規模でやってる事務所っていうのは本当に限られているし、どうしても正社員として採用ってなると資格動向っていうよりも年齢っていうね、壁があったりもするので、やっぱりどこの事務所も正社員を雇うってなった時は若い方を優先に取るってことが多くて、資格の有無で採用を決めるってあんまりないんですよね。だから実務経験を積む機会がない、未経験のままで独立開業するっていう方もいれば、ちょっとそれは怖いからもう少し様子見ようっていう方もいる、まあ、そんな感じでしょうね。光先生的にはどうするのがおすすめですか？もちろん前提としてそれぞれの環境とか状況とかがあるから人それぞれなんだけれども、僕がおすすめするのは、結論、行政書士登録をしてとりあえず開業すること、これを強くおすすめします。理由はこれからお話ししますけど、まずやっぱり行政書士事務所の就職っていうのはあっさり決まる人は決まるんですけど、どうしても年齢とかね、いろんな状況があってなかなか就職先決まらないってことも多いです。で、行政書士事務所で働いて実務経験を積
積むって、これまあすごくいいことなんですけど、正直、まあ、1年2年働けば実務経験なんて割と積めるんですよね。最初は能力どん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 ついていきますけど、どんな仕事でもそうですけど、一定程度までいくともうあんまり成長しなくなってくる時期があるんで、あんまり長く働くっていうことは、独立開業するっていう観点からするとちょっと時間がもったいないって感じることもあるし、非常に難しい難易度の許認可とかはちょっとおすすめはできないんですけど、正直未経験であっても割と王道な業務であれば、行政書士試験に合格できるだけの頭がある人なら十分に対応できると思います。手引きをしっかり読んで役所に聞いて、基礎知識はもちろんしっかり勉強する必要があるんですけど、やはり実務家っていうのは実務を通じて実務を学ぶものなので、講座を受けて実務を学ぶものではないんですよ。専門家になるには実務経験が絶対に必要なわけですよ。よく専門医ってありますよね、脳外科医とかね。専門医も症例数を重ねて一定程度の基準を超えないと専門医を名乗れないっていうのと一緒で、やはり行政書士も実務をとにかくこなさないといけない。じゃあ実務やったことないのに実務こなすにはどうしたらいいんだ、どうやって学んだらいいかって質問よくいただくんですけど、僕ははっきり言います。マーケティングと営業を学んでください。こう言うと、いやいや実務を学びたいんですよってことをおっしゃるんですよ。でも僕はマーケティングと営業を学んでくださいって言うんです。これはなぜか、受注しないと実務をやることができないからですよ。仕事取らないと仕事やれないんですよ。仕事をやらないと仕事を覚えないんですよ。だからお勧めしたいのは、まず開業する、行政書士登録をして開業すること。でも間違ってはいけないのは、今ある仕事を辞めていきなり無収入になるっていうことはお勧めしません。っていうのも、いきなり無収入になって、その月から今までのお給料と同じだけの収入が得られるかどうかって、一部の人はできるかもしれないけれども、ほぼできないと考えた方がいいです。だからやっぱり十分な運転資金、1年程度の運転資金を持っているか、もしくは持っていないのであれば、今働いている会社で働きながら登録はして、その登録をした上で行政書士と名乗れる状況を作って、マーケティングと営業を勉強し、ホームページを作ったり、ツールを作ったり、武器を作り、自分を武装していく時間、この準備期間を設けてもらいたいんですよね。いずれ開業するんであれば、開業費用なんていうのはいずれにしろどっかのタイミングでかかるので、払ってしまっていいと思うんですよ。でその他に、毎月行政書士課への支払いがちょっと定かではないんですけど、1万円弱ぐらい毎月かかるんですけど、それさえ払っていればもう行政書士としての活動ができるわけですよ。それでいて今までの仕事があるわけだから、給料があれば生活できるじゃないですか。その同時並行でやっていく、これが一番おすすめです。やはり行政書士登録すれば、行政書士会の勉強会にも出れるし、資料の集まりにも出れるし、行政書士としていろんな社長さんたちの集まるような会合だったり、食事会だったり、いろんなところに行政書士ですっていうことで参加ができるわけですよ。そうすることによって人脈を作っていくこともだってできるし、頼れるブレーンとなる他資業の先生方とのつながりも作ることができる。やっぱり開業前だと、税理士さんにしろ、司法書士さんにしろ、弁護士さんにしろ、まだ開業準備中なんですって言ったところで、なかなかそこから深い関係性を得ようとはしないですよ。行政書士としてもう開業しているからこそ、他資業連携っていうことで相手にしてくれるわけで、なかなか準備中ですっていう方は覚えてもらえないです。だからいきなり売り上げを作るっていうよりも、まずは行政書士になること、これが僕は大事だと思ってます。登録した方がいいとおっしゃっていただきましたけども、まあ、そうは言っても登録した後はどうしたらいいですかね。もうマーケティング始めた方がいいですよ。これ実は僕自身も、まあ、行政書士としてね、十数年やらせていただいてますけど、それまでの間にスポーツジム、マンツーマンのプライベートジムの経営をやったり、あとクリニックの経営をやったり、あと美容サロンの、ね、経営をやったりっていうのも実はやってきたんですよ。でその多くはかなり売上好調で、ある程度のノウハウと再現性のあるねノウハウを手に入れることができたの でまたちょうどいいタイミングで買いたいっておっしゃる企業さんがいらっしゃったんで、その事業は売却したんですけど、例えばスポーツジムで失敗しない方法、これを守るのがまず鉄則だっていうことがあるんですけど、それ何だと思いますか。清潔にする。確かに正解。清潔は必須ですよね。ひたすら清潔にしてれば成功するかっていうと、そんなことはないんです。じゃあ何をやればいいかっていうと、初日から黒字です。どういうことかっていうとね、開業しました、オープンしました、とりあえず物件借りてます、賃貸借契約生じてるわけですから賃料発生します。オープンしてから集客を始める、お客様募集を始めたら、実際に満帆になるまで何ヶ月かかるんだっていう話ですよ。そうするとその間赤字を垂れ流すわけですよね。でも僕は必ずオープン初月で黒字化を目指す、これを鉄則でやってました。そのためにはどうしたらいいかっていうと、オープンしてからマーケティングやりだしたら遅いんですよ。オープン前にもうすでにマーケティングを始めておくんですよ。調査もそうだし、プロモーションもそうだし、オープン前が勝負なんですよ。
オープン前にすでに見込みのお客様を獲得しておいて、初月からお金をいただいて黒字化にするから経営が安定するわけですよね。でその時は例えばオープンキャンペーンということで、先着何名様は入会金無料とか、そういうキャンペーン皆さん見たことありませんか？これ私業だとほとんどやらないんですけど、これ店舗事業だと当然やるんですよ。これ美容サロンでも一緒です。もうオープンまでに限定何名キャンペーン期間とかモニターということで値段を下げてもいいから、まず赤字にしないこと、これが非常に大事だから、行政書士や私業も全く一緒で、完全に無収入になるとか独立して行政書士1本で行くとか、そうなる前にもう見込みのお客様をしっかり獲得しておくこと、事業をやる上で赤字は悪なんですよ。大勝ちはしなくても負けない、常に黒字でいること。だからまず行政書士開業登録をした、その時点でもうマーケティング始めましょう、分析も始めましょう、調査も始めましょう。さっき進路が3つあって、一番多いのはちょっと様子を見て考えようっていう方が一番多いってお伝えしました。この方々はほとんどの場合そのまま情熱が冷めて開業することを諦めていきます。人っていうのは熱意は時間の経過とともに下がっていくんです。せっかく夢を持って行政書士試験受けて合格をした、今が一番熱意があるんですよ。ここで慎重になって調べようってやってると、時間の経過とともにそのテンションどんどん下がりますから、さらに試験勉強の頭とかも知識も失っていくし、一番痛いのは今まで合格するためにタイムマネジメントしっかり頑張ってきましたよね。仕事をしながら空いてる時間で勉強してきた、この習慣が失われるってことなんですよ。試験が終わった、よかった、これから少しゆっくりしよう、のんびりしよう、遊んじゃおうってやると元の生活に戻ります。元の生活に戻ったら皆さん想像してください。勉強始めた時辛くなかったですか？一番最初、仕事もあるし遊びもあるし家族のこともあるし、時間やりくりして勉強を始めようとした最初ってめちゃくちゃきつかったと思うんですよ。でもそれが習慣化して勉強が続けられたと思うんですよ。その習慣を失ってしまうって、これ本当にもったいなくて、この習慣を生かして次の資格に行くでもいいんですけど、僕はその時間を生かして開業準備に当てる、これが一番おすすめです。例えば大人数で大きな事務所をやるってなれば、マネジメント経営、人材の採用、教育、いろんなこと必要になりますよ。でもフリーランスで自分一人でやるっていうことを考えれば、基本的にマーケティングと営業さえできればやっていけるんですよ。受注さえしてれば全然やっていける。最高の資金繰りは営業活動なんですよ。そして最大の実務の勉強は営業活動なんですよ。だからマーケティングと営業の勉強をする、そしてそれを実際にやってみて PDCA を回してみる、これを収入があるうちにやってください。その上でその行政書士の売上が自分の今までの勤め先の給料よりも多くなった、収入が増えた、これならやっていけるなっていう時点で脱サラして行政書士1本でやっていけばいいだけのことなんで、せっかくのその勉強習慣、これを失わないうちに行政書士の開業準備の時間に当ててほしいんです。1日3時間勉強してきたとするのであれば、1日3時間は行政書士開業のための準備の時間として使えるはずなんですよ。1日3時間しっかりと準備できれば、月10万円月20万円稼ぐことっていうのはそんなに難しい話じゃないです。例えばこれが動画編集をやるとかね、ウェブ制作をやるとか、まあ、一般的に資格がなくてもスキルさえあればできるようなスキル型副業っていうのも流行ってますけど、これで成り立たせるのってなかなか大変だし難しいんですよ、まあ、もちろんできますよ、もちろんできるんだけれども能力が問われる。だけど行政書士とか私業っていうのは資格っていう下駄を履かしてもらえるわけですよ。普通のスキル型企業よりもはるかに成功率は高い。だからそんなに恐れることはない。開業の登録をしたとて30万円はかかるかもしれない。そして月額1万円弱、8000円ぐらいはかかるかもしれない。かかったとしてもそれだけですよ。だってどっちにしろいつか開業するんだったら30万円ってお金いつかかかるじゃないですか。あとは毎月のその数千円だけですよ。リスクといえば、うまくいかなかったとしてもそこの8000円だけじゃないですか。そのリスクって何か大きいですか？全然ちっちゃいです。ですよね、はい、だって例えば毎月1回飲み行ったら 3,4,000 かかるじゃないですか。2回行ったらもう 8,000 ですよ。それぐらいのリスクですよ。そのリスクに対して当たればめちゃくちゃ大きいリターンが待ってるわけですよ。少しぐらいのリスクを取れない人が事業主なんてなれるはずないですから、慎重になるっていうのは非常に大事ですけど、慎重になりすぎて石橋を叩いて、いつの間にか渡るのをやめてしまう、もしくは叩きまくってるうちに石橋が壊れてしまうみたいな人があまりにも多い。もちろんもともと開業する気ない人はそれでいいんだけど、いつか開業したい、人生を変えたいと思ってこの試験を合格したっていう人だったら、あまりにももったいない。鉄は熱いうちに打てじゃないけど、自分の熱意があるうちにぜひね、一歩踏み出して挑戦してみていただきたい、そう思うんですよね。まあ言われてみると確かに、開業するリスクが毎月数千円かかるってだけだったら全然そのリスク取ってしまってもいいですよね。なんですけど、まあ、先ほどおっしゃった営業とマーケティングを同時に学ぶってこと、多分ここがねハードル高いと思うんですよ。営業とマーケティングどこで学べばいいのと思ってます。なるほど、これまたいい質問だな。確かに実務に関しては行政書士会で実務講習みたいなのやってるんですよ。まあそれ参加すればいいし、あとは行政書士の先輩と親しい人間関係を作って、関係性を作った上でいろいろ
ろいろ教えてもらうとかね、まあ、もちろんギブアンドテイクですから自分もできることでお返しするってことは当然ですけど、じゃあ実際営業とかマーケティング行政書士会が教えてくれるかっていうと、これ残念ながら教えてくれないわけですよ。じゃあ先輩方に教えてもらうって言っても、先輩方もまあ言っても同業他社ですから、あんまり外に出したくない門外不出なこととかそういうことまで教えてくれないと思うんですよね。よくわかります。僕もやっぱりそうでした。僕も行政書士事務所で働いて実務経験はあったけど、マーケティングとか営業とか全然わかんなかったんです。だから行政書士事務所辞めて営業会社入りました。それから営業の前にマーケティングが重要なんだっていうことに気づいて、営業はしっかり勉強してクロージング力プレゼン力っていうのは身につけましたけど、マーケティングについて俺は全然知らないんだっていうことに気づいて、マーケティングの協会に入って勉強しました。まあ、ランチェスター協会なんていうものもあるんですけど、まあ、ビジネス書なんかによくあるランチェスター戦略っていうものがあるんですけどね、そのマーケティング手法なんかを勉強して、ランチェスター協会の認定インストラクターっていうようなね資格を取ったりもして、マーケティングを徹底的に勉強しました。まあ、そうは言ってもどこで勉強したらいいかわからんということもあると思うんです。僕自身も本当に苦しんだので、でこの YouTube に関しても本当にどうしていいか分かんなくて失敗して苦しんでいた昔の自分に、今だから伝えられること、昔の自分に伝えたい、そういう思いで YouTube やってるんですけど、やっぱりねこのマーケティングとか営業っていうのもできる限り微力ながら皆さんにね伝えられることはお伝えしていきたいんです。だけどあんまり専門的なマニアックな話になっちゃうとちょっと YouTube には馴染まない部分があるので、より具体的により詳しいお話に関しては僕は無料の公式 LINE やってるので、そちらの公式 LINE で徹底的にお話します。あくまで僕を気に入ってくれて信用してくれてお友達になってくださった皆様ですから、せっかくのご縁なんで、開業当初の僕がもしそれを知っていたらこんな失敗しなかったなとか、もっと効率よく成果を出すことができたなとかね、今だったらわかるので、それをできる限り最大限伝えていきます。そんな動画も近日アップしていくので、ぜひこのタイミングで行政書士の営業やマーケティング、その後の経営どうやったらより効果的なのか、再現性のあるノウハウっていうのはどういうものなのか、ご興味ある方はぜひ概要欄の URL から公式 LINE のお友達になってください。やっぱり合格っていうのはゴールじゃなくてスタートだと思うんですよね。僕はその通り、昔の自分のように困ってる人がいたら少しそっとね背中を押してあげたいっていう思いで情報発信やってますので、ぜひ公式 LINE 限定動画でまたお会いしましょう。この度は合格された皆さん誠におめでとうございます。成果を出された皆様を心から尊敬しますし、ますますのご活躍を心から願っております。今回残念ながら手が届かなかったっていう方も、ぜひ諦めずに、一度思い描いた夢っていうのは必ず何か理由があってきっかけが訪れたはずなので、勉強習慣がなくならないうちにぜひ来年合格を目指して頑張っていただければなというふうに心から思います。それでは今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。